50のガッシャガッシャー、50のガッシャガッシャ、50のガッシャガッシャー。はい、ということでグラスマやっていきましょう、はい、やっていきましょうかね。今回は50の白子。そうですよ、白子ちゃんかわいいよね。かわいいね、これはかわいいよね。まあちょっとね、さっきライブでね、うんうん、連れてきていただいてた人がいたんで動きを見たんですけど、うん、まあ、なんか良さそうな感じではあったね。最近なんか和装の子が増えましたね。ああ、まあ確かに。なんかグリードっぽくない？この斧が。斧がね、グリードっぽいよね。この斧作り込まれてるね。いやー、作り込まれてるよね。なんか怖い獣がいるよ。あ、これ、これ、狛犬？あ、そうなん。狛犬じゃないかしら。おお。ワンちゃん俺ラースかなって思いたいけど。ああ。ラースっぽいね。ちょっとラースをマスコットにした感じかな。まあちょっと引いていきましょうか、うん、よし。ちょっとね、次ゲームも来ると聞いたので、うん、チケッツ1枚と、うん、10連で打ち止めですよ。あ、まあ、打ち止めですよって10連しか引けんよ。あらやだ。じゃあまあね、早速いきますか。いきますよ。いやー、チケットで出てほしいよね。いやー、無理でしょう。この前あの誰だっけ、うん、柳ちゃんね、うん、単発で弾いてたからね。そうなんですよ、いただき物のチケットで出ましたよ。うん、おダンディズム久々見ましたね、ダンディズムね。うん、早速10連いきますか。いやー、お願いします。いや、出るかもよ。そうだよね、うん、気持ちよ、気持ちが大事よ。そう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 。来い。ああ。安定の脳演出ですね。安定ですね。これ一回ずつ回した方が確率高くなるのかしら。あ、お。ワンチャンあるかもよこれ。あ、なんか光ってる、光ってる、光ってる。いや、もしかして。いや、びゃっこちゃん来てくれましたか。ありがとうございます。まあまあまあ、でもまあまあ、爆死ではなかったですよ。そうそう、しかも使えるからね、普通に。いや、まあまあ、そうですね、うん、フォースに振っていけますね。うんうんうん、そうですか、ゲットならず、残念でしたね。じゃあ、帰りますか。お願いしますね。はいはい、帰りました。はい、じゃあね、俺はチケット3枚あるんでね。貯めましたね。貯めますよ。これで来たらどうしよう。大丈夫、来ないから。いやいや、俺ね、結構ね、うん、チケッツのね、力を信じてるんですよ。いや、まあまあ、そうですよね、信じてるんですよ。ああ、まあまあまあ、ここでね、得を積むという作業でもいいんじゃないですか、ね。まあ、ワンチャン出てほしいけどね。まあね、うん、まあでもゼロではないですよ。まあね、ちょっとね、レバー折れたりしてくれんやっか。そうね、お姉さん出てこないかな。ねえ、なんかもうレバー引くだけみたいなさ、うんうん、もう安心安全の感じでね。そうね。まあ10連が本番ですからね。まあまあまあ、そうですよ。ここで変に神引きしてしまうとね。そうだね。お、いい感じじゃないですかね。うんうん、さあ、じゃあ行きますよ。本番ですよ。そろそろね、なんか俺来そうな気がするよね、うんうん、最近ご無沙汰やけさ。そうね、うん、じゃあ行きますよ。さあ、出るか。そんなにタップしても早くならないから。あ、怖い。あー、安定の白でしたね。いや、こっから来るよ。まだわかりませんからね、うん。これしてた、こうやってしたらね、水がブクブクなってしてた、うん、あ、ほんとだ、こういう細かいところがね、気圧がね、うん、お願いします、お願いします。さらにとかないよね、最近ね。そうね。うわ、完全な脳演出よね。ポロ以下ですね。いやー、これ爆死か、これ。あー、マジかー。いやー、怖い怖い怖い。
爆死爆死よ。ひどい爆死やな。そうか、終わっちゃいましたね。終わっちゃいましたね。まあまあしょうがないね。2個しかなかった、うん、2個か。いやしょうがない。まあまた貯めてね、挑戦しよう。実際ね、どの程度かもちょっとまだ未知数だしね、うん、そうだね、強そうな感じではあったけどね。うんうんうん。はい、ということでね、ちょっと10連ずつという短い動画でしたけど、あっという間でしたね。あっという間でしたね。まあ、皆さんにはね、出ることを心よりお祈りして終わりたいと思います。そうですね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。